はい、どうも皆さん、こんにちは、しもりーです。はい、では今回の動画なんですけれども、まあサムネとですね、タイトル見てもらったら、分かってると思うんですけれども、選択契約書でゲットいたしました。こちらのピッチャーリエイトに使っていきます。山本よしのぶとシュリアタイで使ってみた。はい、ということでこちらに表示されておりますね、山本由伸投手シリーズ1の方、今回リアルで使っていきたいと思います。選手見ていきましょう。球威84、制球8、スタミナ84、球威スタミナ84の A 同士でございます。で、球種言わずもがな最強なんですけど、ストレート、カットボール、ドロップカーブ、スプリット、高速シュート、ツーシーム、高速スライダー、スローカー、フォークということで激強球種持っております。そしてさらにですね、特殊能力、超奪三振ショー、キレ対強打者ということで、特殊能力鬼強、そして球種も鬼強いということで、リアタイ最強の投手なんじゃないかなと思います。こちらの山本由伸投手ついに育って終わりまして、今回リアタイですね、初使用していきたいなと思っております。ということで、まず最初称号チャレンジ1回やっていきたいと思います。はい、ということで称号ですね、まあ同値が崩れない称号を来ていただければ何でもいいですということでいきましょう。まあ勝利の記者強心臓あたりだったらめちゃくちゃ嬉しい。まあ何でもいいです。マジ超特急、いやめっちゃまさかの星4ついていくという最強です。ということでこちらでリアタイいきたいと思います。どうぞ。はい、ということでよろしくお願いいたします。1試合目の方やっていきたいと思います。激モサ来ました。こちらの方、こちらの方にはなかなかね、試しがいあるんじゃないかなということで、まずはね、バッティングのですね、相手の先発ピッチャー、外駒投手ということで、まあ、常に変化量マイナス1で来ると思うんですけども、まあ、打っていきたいなと、でっかめのナックルカバー貼ります。おい、ナイスボール。まあ、変化量マイナス1で、スピリット差も結構あるんで、当たったら飛びます。当たったら、捉えたらめちゃくちゃ飛ぶんで、まあ、でも昔のピッチャーでもね、外駒投手、マジ最強格です。いや、ボール球なんですね、それが。それがボール球なのはえぐい。行きましょう。このスピリッツさでね、マジで絶対打とう。意地でも打とうぜ、こうマジで。まあ、下手かよ、マジで。行きましょう、3番岡本和真。ちょ、あんま気にせず行きます。もう、しゃあない、しゃあない、しゃあない。こっから行きましょう。でっかい方のナックルカブ。この回のスワローズ打線ですが、あーマジか。やっぱ強いわ。クソ強い、昔のでも。はいよ、はい。おいねおいしゃあ、フォアボール行きましょう。4番に待っています、村上宗。神の力を見せします。村上の力、いや、いけたもったいないけど、マシャル、いいよよっシャー、オッケー、フォアボール、待ってました。西川龍馬、高額阿部、こちら激強、でっかめの方の張ります。絶対打つよっ、おい、見たというか手出てなかった。あー、やはりそうです。いいよ、とりあえずまだでっかい方ある、チュチュ、よっしゃ、いったれ、うわー、レバッチ、いいね、西川選手、クソ打ちやすい、来年からオリックスですけれども、ということで行きましょう、坂倉。ここで一発行きましょう、この流れ坂倉。でっかい方。はい、ということで、まあ、先発、山本由伸投手ということで。まあ、強いのかっちゅうところしっかり見ていきたいと思います。はい、切れたい今日でですね、山本由伸さんしっかりね、モサに対してベストピッチをしっかり出していきましょう。で、あのね、スピリングを持つと思ったんですけども、こうしっかりとね、タッチペンでも手でもそうなんですけども、しっかりとここって打っていく、それがですね、ベストピッチを出す ところで、ね、かなり重要だということで、かなり感じさせられましたので、しっかりとタッチしていく、まあ、結果的にベストピッチでもしょ、まあ、モサ。まあさすがの猛者です。ここはさすがの猛者です。スライダーカットボールでいきます。ここおいね、メスピッチ、ここ大事。はい、よボールダーもしっかりしていく、ボールダーをメスでいくプラスシュートいきます。ここオッケー、やっぱ大事。はい、ナイスボール、おいいいね、見たミットでかいかっち、変化球が決まっています。ここよし、これ大事。はい、よオッケー、振ってくれた。
でかいでかいでかい、やっぱ、はい、奪三振ショー、奪三振ショーでね、スプリットでとかツーシームいくかと思いきや、ツーシームいきます。甘めのツーシーム、これ打たれたらしゃあない。よし、いや今のはまあまあまあしゃあない、まあしゃあない、しゃあない。でも奪三振ショー出たんで、奪三振ショー出た時のね、フォークの落ちはとりあえずとんでもないんで、ゴーゴー。よし、いいよいいよ、まあ別道出せないけど、あ、いいとこ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 、ゲッツー取りたいね、ここマジで。ゴーゴー。いやちょっと早かったかな今。あ、いいよいいよいいよ。いやモサにはちょっと怖いんだよね、何投げんの。ここ頼むよ、レッド。これいけるんちゃう。無理でした、ナイスバッティング。いやモサ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 、まあまあまだ同点、まだ同点、まあ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 、数点取られるのはしょうがないんで、モサなので、モサなのでそこはしょうがない。通信も打つの多分うまいんで、スプリット。ここボールでもいいよこれ。よし、ナイスボール、いいよ。見るね、見る。ここベストピッチ全然出る、 OK。 いやーセカンド、セカンド取ってほしかった今の。今のは取ってほしかったな、菊池さん。今全身守備じゃなかったらいけたなってか、マジで全身じゃなかったらいけたかも。ここ OKOKOK、 いこう、 OK、 アウトじゃん、セーフかい。アウトだと思ってやんけ今マジで。まあ OK、 盗塁はしゃあない、坂倉選手を使ってる上では。はい、ナイスボール OK。 え、センター、おい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 、絶対走るんで、ここ絶対走るんで、一球決定ここは。しゃあ、三塁じゃなくて一塁ね、一塁に投げてほしかったらできれば。まあいいや、うん、カットいきます。ここ、あー全然違うとこ行っちゃったね。ツーシームいきます。ここ、もうホームランはしゃがない、甘っ甘っ甘っ、それは甘い、いやそれは甘いです。てかさよならかい。はい、ということでよろしくお願いいたします。2試合目のやっていきたいと思います。まあ先ほどの試合はですね、ゴリゴリのモサにね、最後ね、ちょっと甘い球ホームラン勝ち飛ばされましたので、まあ2試合目はしっかり3割台ということを抑えていきたいと思います。とりあえず先発ピッチャー田中将大としっかり攻略していきたいと思います。辻本、いや早い早い、意図早しで、あの高速スライダーだけしっかりね見逃していく、それが大事ですね、ボール球を。オッケーオッケー、スラカットだね、珍しくスラカット投げるマー君で。でも通信もあります。いいや、ボール球ね、いいや、今のは張ってなかったらいいでしょう。アーチスト合格、バー99、大谷ビッグフライ、大谷さんかもします、通信もあります。いや打って、ちょっと見えなくなってますね、目ん玉が、目ん玉が見えなくなってきてる。最強バッター大谷翔平、ワールドスター早く出てほしい、希望ワールドスターで早く欲しい、最新の大谷さん使いたいです。辻もあります。岡本和真かわすよ、辻もあります。そういうこと、ガーッメグライ岡本さん、岡本狙いすました、辻もいこう。今のは狙ってました、行きましょう。4番村上宗隆、三者連続かもします、通信もあります。高速スライダー無視、あいやいマッチ、まあまあまあホームラン打ちたかったけど前ないマッチ、ないマッチ、行きましょう。5番西川亮、広角阿部、広角阿部、西川亮馬選手かなり打ちやすいと思うんで、個人的には。中弾道なんですけども、ヒットはめちゃくちゃ打ちやすいんで、ホームランも多分ね取られればホームラン打てるんで。はい、ベクライ西川さん、西川亮馬、言ってるそばからホームランかばしていくスタイル、えぐ、今のえぐ、マジっていうぐらいえぐ、今のはやば。いや失投、失投打てない、最近最近失投がちょっといない、ホームラン打てない病になってきてるんで、まあいいでしょう。ワンアウト、まだワンアウト、いや今のホームランえぐい、今のホームランはエグい、西川龍馬マジで。してますが、手を置きたいですよ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 、ういーったろこれは、ガーイベクライイケアマサエグ、この回どんだけホームラン打ってんの俺。
はい、ということで6対0ということで、まあ、コールド圏内ということで山本由伸として3割台の方しっかりと抑えまして、この試合勝利終わりたいなと、この動画終わりたいなと思います。いきましょう。で、山本由伸としてですね、まあ、ストレートツーシームですね、まあ、普通に強いので、まあ、打率の、ね、低めの方にはですね、もうストレートツーシームスプリットで、ね、これで押していきたいと思います。まあ、さっきみたいな猛者の方にはですね、しっかり外角も内角もね、しっかり投げ分けていろんな球種投げていかなきゃいけないんですけども、まあ、3割台、3割以下の方はですね、まあ、ストリートツーシームで押せばね、多分抑えられると思うんで、皆さんもですね、まあ、そういうね、それくらいの打率の方に当たったらですね、まあ、そういうツーシームストレートの、ね、配球すればいいかなと個人的に思っております。ここはメスリッチ、さっきの試合でメスリ出せよ。はい、サード、えぐい、ビタビタいったらやっぱ余裕ですね。で、皆さんもですね、まあ、リアタイやって打率全然、ね、上がらないよ、3割台とか2割台、1割台の方ですね、まあ、とりあえずはね、ストレートツーシームですね、そういうね、速球系のね、球をね、打てるようになるのが、まあ、打てるようになるのが、まあ、リアタイで打率上げる一つのコツになりますので、まあ、しっかりストレートツーシームもですね、まあ、まずは打てるようになる、それが一番大切なことかなと、個人的に思いますということで、皆さんもそれね、ちょっと意識してね、速球狙っていってください。ということで、最後、ビタビタに山本由伸投手を抑えました。皆さんもですね、持ってるからぜひとも使っていただいて、シリーズ1の山本投手はですね、まあ、スピー解放して今後もね、ずっと使っていく可能性ありますので、皆さんもぜひとも使ってみてください。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、完全試合という快挙を達成しました。まさにパーフェクトでした。